皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。まあ現在ね、シンラのキャラグラみたいなのがやってると、そしてまあ最強のね、ブラド、最強のワイラがいると、はい、全部やれるらしいから使っていこうよ。前に紹介したけど、シンラチビブルでやっていきます。で、お相手がブラドリーダーですね。まあ強いですからね、ブラド出てきますよね。で、ちょっと砦で削りづらいかな。もうちょい回すか。ある程度回したら妥協だな。うん、大型2本は欲しい。足も欲しいけど、まあこれ限界かな。行きましょうか。足がない。で、まあね、ブラドは相変わらず最強だよね、と。まあ迎撃のね、初の迎撃転生で、まあ本当に強い。安定感20丸って感じ。ではあるんですが、まあ以前ね、動画出しましたね。チビブルの雨雲で即死させられるという動画を出しました。なので、実際に。あ、待って、それ、取れなかった。したら、メデューか。メデューだるいな、だいぶ。だるいけど、これさ、シマリスあげるじゃん。で、はい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 。直して、チビブル残してあげて、まぁ、ちょっともうパード使い道ないんで、わちゃわちゃやりたいんですけど、これマジでね、あれがきちい、あれがきちい、あれがきちい。耐えて、OK。これ耐えたの偉いね。それも倒したの偉いね。でも、パード使い道がないんですよね。さあ、来ました。それはね、サタン行きたい。行きたいんだけど、これは行くしかないか。行きます。引っ張られちゃったんで行きましょう。で、まあ、もし万が一、あ、それは痛い。痛いけど、まあ、もし万が一、固められることがあっても、一応ね、直すことできなくはないんだよ、というわけで、そこはやられちゃうけどね。これしょうがないんで。さあ、どう止めるこれ。まあ、流しだよね、普通は。普通は流すべき。さあ、まず、シンラを相手がどう止めるか見る。はい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 。ここだね。ここに置いて、あ、待って、それ、そんなに、体力いっぱいある。まあ、サタン行くか、じゃあ。はい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 。まあ、この縄は打つ。ただ、これは勝ちはないね、もうね。見てわかるように。あれ剣士出してんだけどな。まあ時間的に負けはないんだけど。まあ勝ちもないかな。どうかな、お、どうかな、どうか、さすがに無理か。はい。というわけで、ドロー。あ、判定あるんだね、今回ね。判定ですね。はい。ありがとうございました。ブラドワイラスね。あ、これがマジで多いんですよ。まあ、チビブルならやれるよと。はい、続いていきましょう。またブラドです。まあ、ブラドばっかですよ、本当に。ブラドとしか当たらないって思っても過言ではないぐらいブラドばっか来ると思います。で、あとはキャラグラやってる、キャラ、腕利きグランプリやっているシンラですね。まあ、それのどっちかが当たるかなって予想してるんで、まあ、そのための固定なんで。あー、足は嬉しいんだけど、大型が2本欲しいんだよね。これちょっともうちょっと回そうか。大型は2本いるが、まあ、もう一回回します。限界だね。まあ、タンゴか。ブラドに対してのマタンゴは有効ではないから、まあ、雑に切っていいんじゃないかな。でも、バットもいらない。このブラド環境でね、バットはね、刺さらないから、基本的にはマタンゴ壁にして、流れてくるキャラバットでしっかり押さえて、まあ、少しでも、チビブルを温存できるといいかもしれない。ここはシンラで削りたいな。大体、そう言わせたんですけど、フレンドですね。はい。まあまあまあ、お互い取り合いならいいんじゃないですか。で、まあ本来これ上、マタンゴでもいいけど、どうしようかな。悩むとこだね。さあ、ここで着地硬直はあるが、これマタンゴここにするじゃん。さすがに豆いっぱいあるんで、しっかり死んだには引いてると。で、あとはそいつやれるかどうか、やれなかったらバットですね。あ、やれたね。オッケーオッケーオッケー。したら、ここでバット使って、どうせ豆爆発に使っても全然 OK。なんでかっていうと、ブラド出せるから。で、俺もブラド終わってるんで、キャラ的にね。相性的に無理なんで、どうしようもないんで、まあ、チビブルで、雨雲のね、これ雷落ちれば当然なんだけど、雷落ちないね。
まあでも倒せるでしょう。で飛びで削ってもらいたかったけど削りきれていない。まあでこれでまたブラド来るかな、どうかな。もう正直このバット使い道ないんですよ。さあ大型来ました。あ、いいねそれ抑えてくれるのは。さあワンパンにはできてないけど、まあぼちぼち削ってくれてる。で問題はこの後だね、メタゲを出すかどうかって感じではある。まあ行くか、行きましょう。さあスキル発動、それではワンパンだね。はい、はい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 、それではワンパンで削って削ってだいぶ吹っ飛ばしてくれてはいるが、トマホークもしっかり出されて抑えられてしまっている。さあマタンゴは出すが、マタンゴは出すが、マタンゴもう一体いっちゃおうか。もう負ける流れはないが 今のとこね。ただまああいつやられちゃう、でもあれしょうがない、やられるのは。でも負ける流れはないんで、でもここねブラド来る気がするんだよね。そうなんだよね、このブラドでね時間かかるんよ。これでどうなるんよな。まあしょうがないんだけどさ、でこれでまあちまちま上を抑えられるわけでしょ、ここから。でまあドローですね。もうあのシンナ流しても意味ないんで、クレフラいるんで、ここはドローにされてしまって終わりと。はい、お相手フレンドでしたね。まあしっかりシンナにクレフラ引いてきた。まあシンナのね一番苦手なキャラなんで。ありがとうございました。さあ珍しいキャラ来ましたね。まあ最近ね追加されたアビリティ3だから、まあ出てきてもおかしくはないんだろうけど、まあ珍しいフォアドラガールのアビリティ3だと思います。まあアビさん使わずにリーダーでフォアドラガール使うことはないでしょ。アビさんフォアだか、いやまあ強いよちゃんと。アビザだったらそのまあ裏引きと比べてかなり違うとは思うけどなんよな。何を固定してくるんだろうって感じで悪い。まあ大型2本欲しい。引いたけどノームもピクドラもねフォア側に狩られるんだよね。これ良くないんだよな。ただ大型2本必須なんでシャッフルの中では一番マシでしたね。でこれか、どうしようかな。これ砦取らないと多分ドローンにされちゃうんですけど、砦取ったとこでまあノーム切るか。第2ノーム切って次男さんなんで、あそんなにいらないけど、まあいいや。これ OKOKOK 下でいい、下でいい、全然下でいい。でこの砦は無理やり取る予定で、マード、OKOKOK、いいよ、いいよ、いいよ、全然いい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 。はいはいはい。全然いい、全然いい、全然いい、全然いい。全然良いよ。あと、これ流すつもりだし。流して、チビブルとか他のキャラで処理するつもりだから。フォアがどこ来る？チビブルだね。OK。あー、で、なんかいたね、今。でここをねチビブルだけでやりきりたいんだけど、やれるかどうかって感じではある。うーん、抑えなきゃいけない子絶対に。おっ、もう消えるのお前それ途中で。 OK、 これでやれるでしょさすがに。はい、まあ取られちゃったけど一応ね。あーこれ剣士負けんな。こんだけいっぱいやったらパンダ OK けど、行くか時間的に。ここ取られてもいい、キメラをやれればひとまずは OK で、キメラはやれるんで、あとはこのピクシーがどこまで粘れるか。サイは問題なくてパンダいるから、後ろにねマンドラがいるんだよね。そのマンドラ俺見れないんだよね。この剣士放置でいけないかな、いける気がすんな。死んだ行くか、いっちゃう上。いやーでも間に合わないかな。そう、白前のマンドラがちょっと突破不可だねこれ。まあ俺もねしっかりリーダーで見せてるんで、死んだをしっかりとお相手の死んだアンチのキャラを引いてきてドローと。ありがとうございました。まあドローが多いけど知らない。はい、お相手ブラド、これが4戦目だから4分の3ブラドだね。
やまあ多いよ多いよ。で中型2号艇してるけど、できれば足1枠の大型2本が欲しい。それが引ければひとまず大体なんとかなるけど、引けないと、あー、まあギリギリかな。行こうか。壁がね、パワーアップだけでしょ。で、牙兵でしょ。これ、クレフラ1本で牙もシンラも死んじゃうんで、本当は良くないんですよね。本当は、まだバーザーガーとかラビットとか、ヌボボとか、まだ砦前でね、使うことができるキャラ、相手のキャラにぶつけられるキャラの方がいいんですけど、まあ、しょうがない、これは。これ、下打ちましょう。うさぎ出されたくない、上に。まあ、下にも出せたかもしんないけど。まあ、いいでしょう。でさ、この牙がどう頑張るか、クレフラーとかを引いてないことを祈って、ロボがね、ひとまずロボが、そして銀さん、まあ牙は入ってないけど、あーなるほど、強いね、相手の札めちゃくちゃ強い。銀さんレードラーでブラドでしょ。おお、運ばれた。こいつ雷落として、ああしかもさらにビートルまでいる。なるほど。したらゴーム出して転がして、おい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 、それは違うだろうよと。それは本来のあれと違うだろうよと。ただ一応次男三男が転がって頑張ろうとしてくれてるのは高評価ではある。こっちに転がし続けて、スキルさえ打ってくれれば破壊できるんだけど、まあ打ってはもらえず、まあブルドラ行きましょう。2枚抜きね。狙っていこうか。ブルドラ枯れるかそれ。ブラドが強すぎて枯れそうだな。勝ったけど枯られたって感じだね。まあひとまずパワード、裏技で抑えたい。オッケー。で、あとは、もうひたすら牙出して前行くしかないんだよ。俺は選択肢として、前以外選択肢がない。裏技後ろ置くしかないか。牙前出したいもんね。うん、さああとは、うん、しっかり抑えてきてんな、抑えてきてんな。この数はちょっと守れないかな。このダメージ量は無理かな。はい、というわけでね、私の切り札ちびぶるさんはビートルに駆られて終了。これ落ちるな、コストまんない。はい、というわけでブラドレードラにはもう無力でしたね。騎馬兵も無力、シンラも無力だった。ありがとうございました。これ50持ってかれると思う。今ランカーなんだよね。はい、というわけで最後やっていきましょうか。最後もブラド、はい、最後もブラドです。もうこういう環境今で、まあチビベルね、俺、まあ、好きなんですよ。普通にキャラとしてはね好きなんですけど、まあ以前ね、神羅亀やったのを見せたと思うんだけど、亀の方が強い。ぶっちゃけ。まあただ亀を使うならコーラスピラー必須。ではあるんだけど、亀の方が強いです。まあ亀の方が強い理由も、チビブルって結局相手のキャラと戦うときに前に行かなきゃいけないんですよね。索敵範囲も結構広くて、前に行って、で、前で殴り始めちゃうんで、今みたいにね、まあ今の試合だけじゃないけど、ビートル引かれてるじゃないですか。2試合ぐらい引かれたよね、多分ね。ああなっちゃうと、もうチビブルが息しないんで、チビブルって、チビドラとか、他の4コースキャラと違って、タイマン性能が高くないんですよ、通常攻撃での。ビートルと殴り合うとボコられるんですよね。で、まあブラドは強すぎるよね。ノーダメで借り切るんでしょ？意味わかんないよね。俺も最初からそれつけばよかったわ。で、チビブル行こうか。で、これでブラドは一瞬で破壊できるんで、はい。これが超強いんですよね。リーダーのブラドだろうが今見て分かったと思いますけど、即死なんですよ。これがすごい強い。俺が今回見せたかったのはこれ。で、シンラがスキル打たないね。いや、いらんとこで打ってもしょうがないんだよね。で、ここで、まあ、雨雲打ってくれれば、そう、ワイラもやれるんですよ。これが今回話した目的通りですよね。ワイラもやれる、あれもやれる、何もやれる、全部やれる。で、まあ、倒されちゃったんですけど、まあ、それやってくれたし、で、このワイラも、まあ、ぶっちゃけチビブルでいいから、うん。で、森友があるんですよね。その森友をどう使うか。ここでシンラー置いて、で、ここで相手がブラドとか、あ、オッケーオッケーオッケー。それでもいいよ。で、ここで前にターゲット取ってもらって、で、シンラー出して、雨雲も入ってるんで、ワイラも、あ、やれてない。ワイラやれてないんだ。
あ、それ新之助かなったな。まだワイラーやれる。まあ、ひとまずワイラーやれるからよしとして、でブラド置くじゃん。ブラド壁張ってあげて、ブラドはブラドで見る。さあ、トレントに対してトレが切ってきました。まあ、これでトレントは死ぬね。死ぬけど大丈夫。まあ、もう全然トレントの仕事終わってるから、抑圧されてもらって、おとなしく抑圧されてもらって、破壊されてもらって、相手のキャラいっぱい使わせて、これこの間コスト定めれるから。さあ剣士しっかり剥がして、でもブラド使い道ないんで、ブラド置いてコラボ猫とか上置いて、巻いて破壊して、でそいつも破壊できるじゃん。あとどこに行くかだな。これ下のライン止めようか。でウサギがもう一本いるんですよ。もう一本いるんで、そのウサギをどのキャラが見るか。まあダメージは入ったね。さあちょっとこれ干渉は無理だな。マジでブラド硬い。本当にそのキャラ壊れてるんだよね、強すぎる。というわけで干渉は不可能なんで、10コス貯めて1ポイントでも多く強 P もらいましょう。というわけで、マッチングゴミって名前なんで、まあ持ってるでしょう。持ってなかったらこの名前しないもんね。ありがとうございました。俺の方が持ってる。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。チビブルでございました。まあ今ね、ブラドが本当に多いんで、ぶっちゃけチビブルサブでも使えるんですよ。ほぼブラド今もう5分の4でしょ。ブラドそう、フォアガリーなんて滅多に来ないからなんですけど、まあやっぱその狙う対象がピンポイントすぎるっていうか、まあ、ブラドを見たい、ワイラーを見たい、あと流れてくるキャラも見れるんだけど、4コス2体しかいないと。で、前に行きがちなんで、ビートル引かれると、まあ、運悪くね。結局別に真のリーダーだから、ビートルとかそんな関係ないんだけど、まあ、引かれちゃうと、狩られるよとか。はい。そういうのもね、ついでに狩られちゃってるところがあるんで、まあ、固定するキャラではないような気もしてる。まあ、これ前も話した気がするけど、固定するキャラじゃなくてね、あ、ブラドリーダーだ、裏引きでチビブリ引こう、みたいな。それぐらいが、まあ、ちょうどいいんじゃないかな、とは思ってます。まあ、どう使うかは、本当にその人次第だと思いますけどね。個人的には、まあ、固定するなら、コーラスピナーを持っている亀の方が強いと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。